アタゴ塚古墳は、栃木県下野市国分寺にある古墳。形状は、前方後円墳。栃木県指定史跡に指定されている。栃木県南部、下野市西部の姿川と思い川に挟まれた、大地上に築造された古墳である。付近では、山大塚古墳、丸塚古墳が築造され、国部古墳群を形成するほか、大地一帯では、マリシテン古塚古墳、ビワ塚古墳、 アズ古墳をはじめとする大型古墳の分布も知られる。本古墳の墳丘区ビレブには、アタ神社が鎮座し、これまでに1928年の社殿改築で、末期期台、破損が出土したほか、2012年度からは測量調査、発掘調査が実施されている。墳形は前方五円形で、前方部を西南西方に向ける。墳丘長は78.5メートルを測る。 噴球は二段築成で、特に一段目は平坦な基壇状をなすが、これは当地域で、東古噴以降に見られる、独特の形式になる。噴球表面で、埴輪は検出されておらず、存在しなかったと推測される。噴球周囲には、集合が巡らされており、集合を含めた古噴全長は101メートルを測る。主体部の埋葬施設は、 前方クビレブにおける横穴式石室と推定されるが、つまびらかでない。出土品としては、末期がある。以上より、築造年代は古墳時代後期の6世紀末頃と推定される。古墳域は1978年に栃木県指定史跡に指定されている。なお周辺では、後世には南方で、下付国分寺が営まれている。ありがとうございます。